グッズを頑張れプロデュースさせていただいていて頑張れ販売してるんですけど、はい、こちらお川出くん T シャツです。これはサイズは何展開ですか？こちらはなんとですね、はい、何展開だと思いますか？どういう系？SML お LL 4色正解はですね、SML XL お素晴らしい4種類展開となっております。確かにやたらとさ、XL なんでないのって言ってくるファンの方いらっしゃるもんね。そう、わかる。でもなんか XL あるだけですごいなんかね、サイズ展開豊富な。確かに女の子も大きめに来たら可愛い。え、これ L サイズなんだけど。え、L サイズ大きくない？大きいよね。女子ワンピースでいけるよね。うん、こちら可愛いでしょう。かやわれくんって言います。それはじゃあどこで来てほしい？会社とかでいいね。会社でもいいと思うよ、うん、結構多分女性社員が可愛いって言うと思う。しかも後ろね、無地なので後ろに向いたらこれ大事。普通の白 T なんですよ。セーター T シャツもすごい主張が激しい、ね、そうあるじゃないですか。あれが苦手っていう方が多いじゃない、うん、いいね、だからこうなんか後ろ向いた時にこうザな誰々のグッズ T シャツとかフォーマルスタイル、ね、そうフォーマルなスタイルなのでもしかいわれくんがね、うん、まあ、ちょっと恥ずかしいなって人はまあ反対に来てもらえれば白 T になるんですけど、うん、まあ、自分でこう楽しみたいっていう方はこの真ん中にねいるかいわれくんをめでながら過ごしていただきたいと思います。目は身長何センチ？161ぐらい。161の子ワンピースぐらいってことは、え、それで L ですよね。L、これで L、XL ってやったらもっと大きい。みんな着れますよと思います。いいね、いいね、ぜひ見ながら。首が詰まる。かわいいでしょ。ちゃんとマルシーミハルって書いてあります。ほんとだ。じゃーん、ど根性ガエルじゃないですよ。株でもないし、かいわれくんです。夏にいいですね。お腹の大きさが強調されそう。でも大きいとさ大丈夫だよ。結構本当にダボっとしてるので大丈夫だと思います。農家たちもいますね。確かに確かに農家の方とかお野菜作ってる方とかどうですか？かいわれ、確かに。かいわれ育ててる人がこれ着てほしい、ね、確かに。ぜひかいわれ農家の皆さん、かいわれくん T シャツいかがですか？明日の予約が完全予約販売で再販とか。おいくら前でしょう？3200円になります。お、3200円。セタンとセタン T とほぼ一緒ね、多分。3200円です。これがですね、明日の12時59分までが完全予約販売の受付終了時間なのでお忘れなく。 L サイズでした。かわいい。そして、あ、お買い得ねって言ってくれてる人いるよ。え、マジな、ガチなマジで、ネックピロー作りたい。あ、首のえ、そう、多分移動で。そう、NGT のファンもちろん新潟の方もいらっしゃるけど、うん、あのね、新幹線乗ってる方が多いじゃん。確かにね。ファンの方って結構さ遠征とか多いから、うん、私もさ新幹線乗るときネックピローあったらマジで寝れるから。わかる、それは。ネックピローいいね。そう、ネックピロー作りたい。なんか首がさ疲れがこう軽減されるやつね。そう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 、ネックピロー7個作りたいそうです。もし作ったらみんな買ってね。よだれで汚れそうってことだ。本当だ、書いてある。ガチだって。ガチでしょ。会社の昼休みに欲しいだって。アイマスクとかもいいね。あ、確かに。今ならうちわとエコバッグが欲しいな。エコバッグ、エコバッグ、そうじゃん。エコバッグめっちゃ良くない？確かに確かに確かに。片道かいわれくんクッション実用性重視。そうね、エコバッグ確かにいいね。続いてじゃじゃん、みんな暑くなってきて喉が渇きますね。お、そんな時、じゃじゃん、西村奈々子と等身大ぐらいのそんなちっちゃい等身大ぐらいのこのタンブラー奈々子サイズです。
このタンブラーをね、お手元にゲットした方は7個が座った時のサイズ感がわかります。わからないですけどえ、それはさ、開けてさ、うん、あ、なるほど、こんな感じになってて、中も白。いいですね。白って良くない？いいですね。無難で、何色っていうより7個サイズ。7個サイズですよ。そう、7個サイズなんです、こちら。熱中症になっちゃうのね。そう、私のおすすめポイント、ここ。なんで？ちゃんとクッション性のあるやつになってる、ここ。だから実際にもうなんか連日使いすぎて、なんかちょっと肩がついてるぐらい使ってるんですけど、こちら丸口になってまして、なんとこちら7個サイズのこのかわれくんタンブラーが、なんと税込み1500円となっております。本当に欲しい。1500円、いいじゃん。これね、なんか結構ね、メンバーもね、うん、このタンブラーいいなって言ってくれてね、うん、ちょっとすごい嬉しい。いいじゃん。可愛くない？ちゃんとここカチっていくタイプ。こう飲んでてさ、蓋がこう、こうなって、こうね、こうカチってなるタイプの、ね、そう、タンブラーだし、今飲み物屋さんとかでもさ、なんていうの？例えばレジ袋が有料になったりさ、うん、紙コップ問題とかあるからさ、このペットボトル有料になることはないけどね液体だけ、水だけ売られてて、そこから汲み取り式になることはないけど、このね、タンブラー持ってけば飲み物入れてもらえるじゃない。そうね、某スターバックス、そうそうそう、某スターバックスとかさ、某じゃないけど、スタバとかはね、そういうのがあるもんね。そしたらさ、すごいエコだし、すごいちょうどいいんじゃないかなって思います。いいじゃん。みかちゃんのタンブラー使いたいだって。いや、本当にあのずっと使ってるんですけど、使い心地最高でして、私もものすごいね、飲み物をこぼしちゃう人なんですよ、うん、ね、こぼすよね、うん、それですごい何回もこうなったんですけど、見事にこぼれなくて、もう感激、ならみはる感謝です。こちら1500円、明日の12時59分までの申し込みになってますので、完全予約制なので、おせなーく。柄はこんな感じです。会社で使ってパパ、ね、パパとか、そう、ママとかパパとか、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、お子さんいらっしゃる方とかをさ、お子さん絶対喜ぶよね。お子さんとかね、こんな柄になっています。お子さんとかも大好きだと思う。確かに、いいね。そそっかしいのをまず直そうっていう確かに。おー、いいね、いいね、かわいい。よきよきです。意外とか入るね。え、そう、あれ、缶320ml。 あ、そうなんだ。入るこの、結構なんか飲んでてもまだまだ入ってるって感じです。よきです、よきです。こんな感じです。そして3つ目がこちら、かよわれくんキーホルダーとなっております。あら、顔隠れる程度そう、7個の顔程度の7個の顔程度のスクショタイム、ちょっとね、やばいんだけど、めっちゃちょうどこの7個の顔程度の大きさの、いいじゃんこれやばい、スクショした、私もスクショした。かよわれくんキーホルダー、7個の顔サイズの、はい、かよわれくんのキーホルダーなんですけど、こちら1種類目がこの子、これやばいな、やばいね、みんなスクショタイム、うん、2種類目がこの子、あれ、なんかちょっとあったかそうじゃん、それなんか着てるよ、これこの子はね、クマさんのかぶり物をしてるんですけど、あ、2人目がこの子です。熱中症になっちゃうからね、正直で、この子が体育座りしてるかよわれくんなんですけど、3種類各600円になっていまして、うん、これはランダムで届くので、どの子が届くかわかんないんですよ。体育座り欲しい。これかわいい体育座り、7子は体育座りの子がお気に入りらしいです。体育座りもかわいい。あ、そう、そのサイズ
のひらに収まるサイズです。そうです、このクリアタイプのしっかりしたクリアキーホルダーになってます。でもどれが届いてもね可愛いんですけど、コンプリートしてみてください。ちょっと私の今私物のバッグですけど、そんなちょっとおしゃれな感じのやつも吠えつけたら可愛くなります。可愛いじゃん、いい感じにつけちゃう、いい感じに可愛くなります。つけちゃう、3つつけてね、3つつけたらもう昔の JK 私たちのさ中学の時代、それは確かにジャラジャラ付けでも本当に可愛いので、ぜひぜひお好きなバッグなり、何につける？なのかだったらキーホルダー、メイクポーチ、メイクポーチ、メイクポーチでもいいし、あと USB とか、うん、あと普通に鍵とかなんだよね。あ、鍵とかもいいね、可愛いね。バッグとかだとさ、ちょっとさ、ね、人前で見られるのちょっと僕恥ずかしいかもって方はさ、鍵とかでさ、いいかもしれない、見張るを感じていいね、うん、こうね、さりげないところにつけとくことでね。え、6個注文したってことで、おコンプできるんじゃないですか、6個だったら、ね、可能性が高いかもしれません。会社の机の鍵、いいね、ペンライトつける、あ、いいじゃん、それだ、それだ、正解ないかな、ないか、それが正解でした、ないかな、ペンライトないかな、ないか、ね、恥ずかしくないデザインだね。あ、ありがとう。恥ずかしいデザインがあったんですか昔。ちょっとペンライトないかな。ペンライトってないですか。恥ずかしいデザイン皆さんつけたことあるんですか。ペンライトあるかもしれない。9個予約した。ペンライトを実際に今あるみたいなので、ちょっとつけてみたいと思います。推しのためなら1回から届くんだよって。アドバルスイさん、よいちょまるよいちょ。よいちょまるよいちょ。これどう？ねえ、ねえ、かぼちゃんにさ、JK、な、JK 用語を変えて、絶対さ、友ちげって意味わかる？え、友達ちげえわ。私さ、友達とちげまめえかと思ったの。そしたら、なんだっけ、何々と思ったら違うちげえみたいな言いらしいよ。何で知ったんだけど。え、ガンダって言ってたよね。ガンダッシュ。うん、そう。ああ。わかるよね。意味はわかる。あとはなんだっけ、ともちげと、あとフロリダ。お風呂リラ。お風呂離脱。わ、正解！正解だね。やった。私わかんなかった。風呂入ってリダイヤルするかと思った。ああ。そっちでもいいんじゃない？フロリダ。そっちでもいいの？だってフロリダだもん。実際にペンライトにつけてみました。え、めっちゃ可愛くない？ごめん。これって何個までつけれるの？全部つけれるかな？私さ、推し祭のさ、うん、あのサイリウムを入れる袋、うん、袋も落としちゃうみたいな。そうそう、首にかけるやつがさあったらいいなって思う。なかなかね。なんかさ、駅伝ファンの人がさ、けど。
ジャラジャラ漬けだとこんな感じです。かわいい。みんなのそのなんかさ、こういう携帯、うん、そっそっていくぐらいの、そう、押しボタンが出てくるやつの携帯に憧れてたの、うん、私も。で、私が携帯を買う頃にはもうそのこういうガラケーが少なくなってた、うん、あ、そうなんだ、種類が、うん、え、何なんだ、高1携帯し始めてたから、その中で選んだからもうこれがなかったわけ私やってたね。でもなんか今やもうこういう RE みたいな、あれがさ、たまればたまるほどめっちゃメールしてる。ちゃうんだけど、もうじゃあ流行ってないんだね。で、パオンって何？なんか七子さんが消えたんですけど、ね、ってマネージャーさん。ちょっと待って、わざと変えてみる。マネージャーさん、え、本当に？ザーさん、なんか七子から消えたんですけど、こっち、そっち、えぇ、あ、こぼれた、こう、あ、そうです、そうです、そうです、あ、こぼれた、急に誕生日だからって言って、太ったからって言って、ちょっと
方がちらほらいらっしゃるんですよ。カエルで食ってえらい足が短い。あんなだわ。あ、あ、バランス取るの大変なんだよ。そこはあれ立ったらね、足長効果はすごいな。見えてないか。これが座ってるカイワレくん、これが立ってるカイワレくん、足の長さが違うじゃないですか。え、カイワレくんの子供描いてほしい。ちょっと描いてみる。うん、これが元祖。ショールームの時に出来上がったカイワレくん、ちょっと不愛想ですね。このカイワレくんちょっと不愛想です。この子が常に怒ってるよね、カイワレくんって。なんかね、
いいよ。でも意外となんか疲れてる顔してるから、やっぱ仕事に疲れてるんだと思う。私的にはね、うん、いいよ。今日のカイワレックを見て意外と、うん、闇を抱えてそうなんだよ、うん、闇を抱える年齢って何歳？仕事じゃ新卒大卒で22歳で就職しました。すごいリアルだね。まあ、最初の頃は、まあ、研修とか大変だと思いますよ。で、まあ、26とかになったら仕事にも慣れてきて、そうね、30ぐらいかな、仕事に慣れてきて、その、部下も増えて、いろいろ病んじゃって、そうね、28ぐらいかな、28ぐらいが、かいわれくんで、まあ、子持ちの設定だから、今、赤ちゃん帰ってるけど、そうそう、そろそろかな。そろそろよ。重たいって、そう月9みたいで、ね、あのなんだっけ、ギルティ見てる？え、途中までか。もうドロドロしすぎて見れなくなっちゃったの。え、嘘、途中までしか。え、ギルティ見てる人いる？ちょっとコメントしてほしい。あの新海岩さんの主演のドラマ、深夜にやってるドラマなんだけど、ドロドロすぎてもうなんかやばい。いや、もうなんか私もさ、途中からも見るのがなんか辛くなってきちゃった。ね、できました。あ、どう？え、それおじいちゃんじゃない？なんかなんか老けてないそれ？嘘。なんかさ、シワクシじゃない顔？え、そう？老けてないなんか。どう、カイワレベイビー。え、なんかおじいちゃんっぽい。嘘。おじいちゃんか？え、なんか顔おじいちゃんだよ、なんか。なんか可愛いけど、うん。可愛い、こんなキシシ。じいちゃん感あるよ。こんなキシシっていう。マジで、私のお父さんの方のおじいちゃんそんな感じの顔してる。マジマジ。どうした、おじいちゃん？じゃあ、ななこのおじいちゃん。今年90歳。これからも元気に長生きしていただきたい。可愛いですか？ねえ、すごいさ、こんなキシシっていう顔の。かいわれベイビーどうですか？いいじゃん。じいちゃん感ある？あ、おしゃべりつけたんじゃないの？え、じいちゃん一瞬またじいちゃんになっちゃって、じいちゃんしちゃう？もう何、おしゃべりってどんな形してたっけ？全然かわいいじゃん。かわいいって言えばかわいいけど、てんてんてんってコメント来てね。ちょっとおしゃべりかけないんだけど、どこに書いてる？え、なんかちくわくわえてるみたいになってる。ちくわぶちくわぶ食わせるみたいになっちゃった。ちくわぶみたいになっちゃったんだけど。ちくわぶ加えてます。どうですか？え、なんかおじいちゃんだ。ね、わかった、おでんくん。ああ、おでんくんっぽくない？のおじいちゃんっぽいわ、確かに言われたら。いや、おでんくん出てくるよそれ。もしかして出てきてたかな。うん、おでんくん出てきてる。かわいい？かわいい。かわいい。おでんくんくんもちょっと強いね。ちょっと、ななこのキャラ描いてみよう。え、なに？ななこの駅伝で作る。なに駅伝作る？駅伝がなんか好きなものでななこのキャラクターを作るとしたら。無理だよ。なに？なんか私はかわるくんっていうものを作っちゃったけど。え、じゃあ私、かいわれくんの奥さん作っていい？あ、いいよいいよ。そう、かいわれくん、おじいちゃんにならないように頑張って。かいわれくんのママなのね。うん、ママじゃなくて、このじいちゃんのママ。あ、じいちゃんじゃないからね。かいわれくんベイビーのママね。
晴らしい。かいわれくんのママリボンつけて、あの母って書いてるよ。お母さんです。イエーイイエーイ。でやっぱこれおじいちゃんっぽい。いや想像以上。なんかさ、私のおじいちゃんなんだけどみたいな。幼稚園児。でもなんかいい感じじゃん。うん。お母さん。でおじいちゃん書いてるって逆に。ああなるほどね。髪ありますか？髪ありますか？髪おじさん。おじさん。なんかさ、エコバッグ欲しくなって、エコバッグになってもなんかさ専用のさ細いこう何ポシェットみたいなつけてそこにさサイリウム入れてねみたいなさ。エコバッグの？そうエコバッグのさ。うん、中にさ、うん、小分けにされててさ中が、うん、サイリウムとか入れるようにさオタ活のバッグとしても使えるように。ああ折りたたみ式の。そうそう、すごいじゃん。よくない？すごいね。ひらめいたじゃん。ネックピロも入れちゃうよ。ネックピロ入れたがいい。どうやって入れちゃうの？豊富だね。なんかいいね。あ、ね、わかった。ね、わかった。あのリバーシブルにして、裏はオタ活しよう、表はもう無地みたいな。ああ最高じゃない。よくの？なんか裏にしちゃうともうめっちゃ LGT 大好き、イエーイ LGT ハーフ最高、なんかナビオみたいなの書いてあるけど、中はもう黒黒一色。いいんじゃない？え、めっちゃいいじゃん。そういうの使いやすいかもね。ね、ネックピロ入れてね。ネックピロ好きだね。ネックピロ入れちゃう。おじいちゃんなのかどうかね。逆にみんな何が欲しいの？今ね、なんかね、シューズケース、シューズ入れ欲しいとかだと。シューズ入れ？靴。使う靴袋。学校ってこと？多分私に会ってくれたのかも、駅伝の人だったら、そういうことかもしれんけど。なるほどね、駅伝選手の。遠征用にネックピロ欲しいかもしれない。ああ、ある。ピロ私も欲しいの。作ったらもう使っちゃうね。でもアイマスクとかも確かにね、移動なんかみんな移動関係がいいね。ねえ、わかる。でみんなさ、そのさ劇場とか来てくれるときさ T シャツとか正座のやつ着てくれてるじゃん。いつ着替えてんのかな。あ確かに、どこで着替えてるの？トイレとか新幹線の中のトイレ、それとも劇場にして、劇場のトイレかな。どこで着替えてるの？できました。なんかおばあちゃんになっちゃった。やばい、それマジで面白い、めっちゃ面白い。おばあちゃん、かいわれくんのおじいちゃん描こうとしたらおばあちゃんになっちゃったんですけど、どうですか？いいよ。おばあちゃんっぽくない？なんかえ、顔しわくちゃだよ。ちょっとしわくつけたすぎた、うん、どう？いいじゃん、老眼なんだね。そう、メガネもかけてみちゃった。しかもなんかちょっとおしゃれしてるし。そう、ちょっと着こなしはしっかりしてるし。いい感じ。いいじゃん。ちょっとさ、髪の毛がちょっと散らかってるけど、なんかおじいちゃんだけちょっと軽くセットされてないような感じしようと思ったらさ、こうなっちゃったんだけど。どう？いい感じ。いいじゃん。いいじゃん、なんかいいよ。漬物作ってそう、美味しい漬物つけてそうだよ。ちょっとなんだこの、あれも買いときで、あのエコバッグの。商品化、商品化になるかもしれない。私これネタなんだよね。西村さんが今ね、あの作りたいエコバッグの。え、待って、私本当に絵心がなすぎて。エコバッグの図を描いております。いいんじゃない？これは外
したら間違えてそれもできないぐらいのレベルのながチャレにはなってるんだけど、毎週ちゃんと何かしらチャレンジはしていこうっていう企画になっております。なんか聞き落ちやってたじゃん。やってた。でもちょっと趣旨が違ったけど、中身はできない。中身とかは無理。ペンライト入れる。ペンライトとネクピロ。ペンライトとネックピロマスなの。ネックピロをかけるやつにすればいいじゃん。取っ手に、取っ手のところにカチャッとすれば入れなくてもする。え、ちょっと待って、これ無理だ。中かけてむずくない？なんかさ、楽しみにしてみます。中はかけないけど、まず表面は、表面、うん、もう適当だよ。もう超オタカツ仕様なの。 NGT ラブ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 みたいなの書いてると、とりあえずもう裏、そう、一つはもら、表はもうラブラブ、私 NGT ラブ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 って書いてるやつで、で、裏がもう黒の無地、あ、ごめんね、黒の無地ですよね。バッグのクオリティは言わないでこうなってて、そう、もう会社仕様、なんかエコバッグとして使いたいなって人はこれで、そうで、でこのオタカツ仕様の方は、まあでもそれでいいや。中身がでもさ、リバーシブルの中身だけじゃできないね。あ、反対になるってこと。そうそう、そこにペン入れよって。え、むき出しじゃんあいつペン入れてるって超わかるよ。だってあの引っ掛けるとこだけ見せといて、うん、なんかちょっと仕事用ですよみたいなどうしたらいいの？油性ペンとかちょうどいい太さなんじゃない？まあとりあえずなんかペンライトを入れる専用のケース、あ、そのところがあって、ネックピロンも入れられて、あとはうちらも入るし、最高だ。あ、大きさ的にはスケッチブックが入る程度。おー、そう、スケッチブックこんぐらいだね。そう、だからさ、みんなさ、いや、使うかわかんないけど結構大きめにしたいの。スイカ入る、スイカ、スイカ入れよいいじゃん、スイカ。そう、スイカ入れよ。いい感じ。だから、リュック、でもリュックリバーシブルだとあれじゃない？お米は、お米、お米入るぐらい。あ、そう、お米入るぐらいかな。だからみんな、どうせ作らないと思うけど、作るってなったら、だってネックピロー欲しくない？私が欲しいんだけど。でもネックピローリアルに使えるよね。ね、お日頃でも、ね、うちは10枚くらい入る。そんなに DD なの見つかったそんなに好きな子いっぱいいる？逆にさ、NGT で10人好きだったらもう20人も好きになって逆にでもネックピローマジで欲しいって言ってくれて嬉しい。ねえ、ガチで欲しい。本当？本当に？嬉しい。嬉しい。DD でごめんなさいだって。でもね、DD の気持ちわかるよ。だってさ、そんなさ、一人だけ押すなんて難しいよね。だってさ、わかるよ、私も。すごいわかる。そんなに一人を選べなんてね、無理なんだよ、結婚じゃあるまい。そうなの難しいよね。そんなのね、無理なの。わかるかもしれない。無理だよ。だって私だって応援したいなって思う選手いっぱいいる。一人だけ応援しろなんて無理だから。確かに。そう、いや、無理だよ。人間になっちゃうよ、ね、無理だよ。私もそう思う、本当にそう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 ってマリナちゃんが言う。マリちゃん、え、なんで横浜ベイスターズがなんで DNA に変化されちゃうの？
イチローさんの本名知ってる？たけし？たけしにしよう。イチロー、たけし。やば、たけしじゃないの？違うよ。野球選手で今有名なのって誰かな？外国で。ほら、詳しいからさ。あとは。うわ、顔は分かるんだよな。あ、でも私も誰も分かんないわ。でも、西村さんでいるかな？探したらいるね。大谷翔平さん。ああ、有名。多分多分そうだよ。同世代ぐらいじゃない？同世代なのかな。ちょっと年上ぐらいじゃない？同じ。なんで悪口言うんですか？違うって。じゃあハンカチ王子。ハンカチ。
になんか仲間意識に高まっちゃうかもしれない。でもなんかスポーツにさ詳しい熱狂的って羨ましい。本当？こっち来る？行こうかな。日本インターで見に行こう。ビッグサーナー行こうかな。だってさ、だってどうぞ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 。だってさ、あの大学の日本箱根駅伝で走る選手に大学生の日本一を決める大会が今年新潟で行われるんで。あ、行ってたね。すごくない？すごいね。見に行かなくてどうすんのって感じじゃない？こんな人は二度とないよ。なるほどね。絶対にさ、日本選手権も新潟で詳しいね。そうなの。型を持ってたわけ、うん、そしたら、え、何を持ってらっしゃるんでしょうと思ったら、ふって振り返ったらなんか段ボールで型取ったアルビのこう、なんてユニフォームマーカー、マーカーする人、あ、ラインズマン、うん、ラインズマンの資格ある4級だけど、でも期限過ぎてるから、あ、そうだな、期限あるの。違う、あれってラインズマンの副審の資格はあの講習受けて、こうやってはいはいって言った時は歌うの。あ、そうなの。そう、講習受けたらまず要求はマジで言うから。へぇー、大事は、あ、自分が寝ましたね。え、もう10時やば、早っ。みんな寝る時間だよ。ということで、西村七子さんに私の配信に付き合っていただきましたが、行こうと思ったけどまだ行けないんだった。そうなんですよ、ソーシャルディスタンスでちょっと離れた状態での配信だったんですが、皆さん見てくださってありがとうございました。最後の最後に、かわいい曲グッズが AKB48 グループでただいま発売されておりますが、予約が明日の12時59分までなので、それ以降は再販とかもないので、もしよかったらチェックしてみてください。こんな感じでペンライトにつけてみてください。ということで、西村のなのこちゃんとなるみはるでした。ありがとうございました。またね。バイバイ。なのこありがとうね。